皆さんこんにちは、札幌園芸日記えりこです。11月の末になりました。札幌の江別もね、雪は一度降りましてちょっと溶けたんですが、もう完全に庭じまいをすることになりまして、冬囲いもしました。でもなんか初めてなので全然上手にできてないんですけど、まあとりあえずこんな感じでやっております。はい、で、はい、ハボタンこんな感じで大きくなってますね。スミレもね、いっぱい咲きましたよ。こんな感じで、はい、春になったらスミレはね、もっとゴージャスに咲いてくれると思います。で、サルビアなんですけれども、ちょっとね、このエベツでは出根しないかなと思っているんですが、ビクトリアブルーね、でもちょっと試しにこのまま残しておいております。ここの入り口エリアの部分は、こうやってね、新芽は出てきてるんで、株元にね、バーク堆肥を巻いておきました。だいぶここマリーゴールドがあった部分ですね。スカビオサはね、このスカビオサはそのままにしておきます。越冬したらすごいよね。これ一年草なんですけどね。はい。で、エリンジウムはまだまだちっちゃい感じで、どうなるかわかんないですが、まあちょっと祈るのみですね。逆にね、西洋ダマキは、ここ、ちょっとずつですが育ってくれていて、まあこれもね、また雪の下で越冬しますので。はい。で、はい、鉢植えのね、ストック。フリズルシズルの方はね、お花がこうやって咲いてくれたんですけど、ストックはね、花芽が上がってるんですが、まだ咲きません。どうだろう、寒さでやられちゃうかな。葉っぱ下ね、だいぶ黄色くなってるんで、どうなるかって感じですね。はーい。あと、まあ、サルスベリもね、ちょっと冬囲いみたいなことをしました。今年私初めて冬囲いを自分でするので、全然ちょっとうまくできてないんですけど、まあとりあえずこの白山吹もなんかちょっと緩いな、でもまあ雪害雪害折れなければいいかなって思ってます。はい、本当にね、一年草がなくなったらすごい、全然もうすっかすかですね。はい、金魚草はね、これまだちょっと咲いてくれてるんで、これはそのまま置いておきます。で、ここのスカビオサもそのままにしました。よいしょ。この下にね、わさわさ出てるのはね、チャイブそう、チャイブの株が出てきて、ちょっと葉っぱが枯れてると思います。チャイブの球根ね。はい、こっちのちっちゃい方のやつもストックも花芽は上がってるんだけどね、どうだろうな、ダメかもしれないな。で、後ろ側の三尺バーベナは切り戻しました。これは宿根草なので来年も大丈夫だと思います。カレンジュラもね、このまま放っておきます。あと全部ここら辺は抜いて、ここにね、ハボタン畑。こっちのハボタンもね、相当成長してきてくれてるんですが、でもね、本当にハボタンらしいハボタンの大きさには全然まだなってないんで、12月のいつ雪降るかですね。春は雪の下ではちょっとね、しないんじゃないかなとか思うんですけど、まあよくわからん。様子見です。はい。はい、こちらのリメイクカランは、まあまあ、そのまま保ってくれております。ラベンダーとかがね、どれだけ成長するかが楽しみですね。来年の楽しみです。奥の花畑は、もうね、庭じまいいたしました。ここにね、サルビアのブルーデニムが埋まってたんですけど、それもちょっと抜いて、はい、金ロバイ、銀ロバイの木をちょっと冬囲いしています。よいしょ。あと、ここはね、来年どうしようかっていう雑草地帯なんで、ちょっと来年考えます。ここにホスタのがあって、このまま冬越し。はい。ムスカリとかね、はい。あと、ポティンティラも元気でおりますね。ちょっとね、隣の公園の葉っぱがすごい落ちてきてるんで、まあ、これはなかなか全部は片付けられないんでね。また春先ちょっと汚くなってるところをきれいにしたいと思います。はい。ここら辺も、まあそうだね。
なんか、なんだかよくわかんないですけど、とりあえず。いいかな。はい、ここは本当にいろんな花が植わってた花畑ですが、一年草ばかりなので、はい、全部抜きました。こぼれなでね、来年なんか咲いてくれるかなと思っていますけど、でもまた新しいのを植えるので 結局全部きれいに耕しちゃうかもしれません。はい、本日の札幌園芸日記は2021年最後のお庭、花壇をご覧いただきました。恵比寿のね、事務所の方の花壇やお庭なんですけども、またね、来年雪が溶けたらいろいろやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。